サプライズパーティー。友人たちのサプライズで、婚約破棄された話。当時、2年ほど付き合った人と結婚が決まっていた。入籍予定日まで2ヶ月ほど、結婚式はお金の関係で、入籍予定日の1ヶ月前くらいに親族のみでやる予定だった。本当は友達呼んで式やりたかったけど、という話は友人たちにはしていた。その頃私の誕生日があり、退職予定だった職場の女の子たちがお祝いしてくれることに。指定の場所に行くと、サプライズパーティーするよう、と目隠しで車に乗せられ、何かに乗り、目隠しを取られたら、船の上。クルージングの貸し切りで、そこには結婚予定の彼氏や、学生時代の友人らも。ウェディングドレス風の服に着替え、ミニ結婚式みたいなパーティーだった。それはすごく嬉しかったし感動したんだけど、実は私船が苦手。ハワイのめちゃくちゃ大きな船で2時間くらいのクルージングで、天気も良くて波もなかったのに吐きまくったレベル。でも、海は好きでよく行ってたし、サーフィンなどもやる。だから彼女たちも船にしてくれたんだと思うんだけど、新婦なのに2時間トイレから出てこられず、みんなしらけてしまったそう。職場の女の子たちと私の学生時代の友人とかは、直接の知り合いじゃないのに連絡を取って招待するのも大変だったようで、迷惑をかけてしまった。彼氏も最初は心配してたけど、そのいたたまれない空気のミニ結婚式で嫌になったのか、最後は私にキレてきた。で、結局揉めて婚約破棄。職場も居づらくなったし、そもそも退職予定だったからそのまま退職。辛かった。船に弱いなんて知らなかっただろうし、準備も大変だっただろうし、すごく謝ってくれたし、主催してくれた子たちを責める気にはならないんだ。一人3万くらい払ってきてくれた友人たちにも、申し訳ない。彼氏とは縁がなかったけど、それを機に引っ越しと転職して今はまあまあ楽しいからよしとしてる。一つだけあるとしたら、もし今後結婚することがあって結婚式をやるとしたら、クルージングに来てくれた友人たちは申し訳なくて呼べないことぐらいかな。中身は男だもんな。私は3人姉妹の末っ子。女ばかりで父は寂しかったんだと思う。父に私は、私の中身は男だもんな。と言われて育った。私は赤より青が好きだよな。スカートなんか嫌いだよな。野球やりたいよな。だって私の中身は男だもんな。という風に、有無を言わさずそう言われ続けて、私はそうなのかな？そうかもしれない、と思い込んで育った。ベリーショートの髪は、私が望んだことにされ、一人称は、俺、意外に合わないと言われたからそれを使ってた。お祭りに行った時、一番上の姉が、お父さんに内緒ね、と言っておもちゃの指輪を買ってくれた。ルビーっぽい赤い石がついた、いかにもおもちゃっぽい指輪だったけど、キラキラしたものが初めてモテて嬉しくて宝物にしていたけど、ある日父にバレて捨てられた。なのに父は、私が女の子っぽいものを嫌がって捨てた、と記憶を改ざんし、母や姉にもそう説明した。私は、自分で望んで男の子っぽく振る舞ってるんだ。私は青が好きでスカートが嫌いなんだ、と思っていた方が楽だったから、そう思い込んだ。母は父の言うことを信じていて、私はボーイッシュなパパっ子で、パパに憧れていて野球大好きなんだと思っていた。実際は野球やりたいなんて思ったことなかったし、誕生日やクリスマスのプレゼントが私だけいつもスポーツ用品でがっかりだったけど、そのうちがっかりだとも思わなくなった。ああはいはいって感じ。でもそのそっけない反応がまた男の子っぽく見えたらしく、父は喜んで、男の子なんてあんなもんだ、とご機嫌だった。でも中学になったら当然制服はスカート。父は、私の中身は男なんだからなんとかなりませんか？と学校に問い合わせた。学校が、それは性同一性障害ということですか？と返すと、父は、私が障害者だというのか？と怒った。恥ずかしかった。結局私はスカートで通った。スカートは慣れてないから嫌で、そう父に言うと父は嬉しそうだった。部活は剣道部に入った。ソフトボールは女のやるものと父が決めつけたし、女子野球部はなかった。中2の時生理になった。母は、争う。って感じだったけど、姉は、お父さんには隠しなよ、と言ってくれた。
多分一番上の姉は、私より正確に事態を把握してた。私はこの頃から、私は本当に男っぽいんだろうか？中身は男なんだろうか？って疑問を持つようになった。多分周囲から見たら、ただの痛い俺女だったと思う。この頃から学校でだけ一人称に、私を使うようにした。家では、俺のままにしておいた。中3になって受験勉強を理由に部活を辞め、スポーツ全般から遠ざかった。その頃家から離れたくてたまらず、寮付きの高校を調べたら地元には高専しかなくて、相当成績が良くないと入れなかった。でも死に物狂いで勉強したらめきめき成績が上がっていった。家を出たい、がモチベーションの全てだった。高専は男女比8対2くらいで、父はなぜか私が工学科に行くと決めつけて賛成した。特に否定せず勉強を続け、情報処理科を受けた。合格した。合格祝いをした夜、父は寄って私に。男ばっかりのようだから、やられないようにしろ。太ももをキュッと閉じておけ。と言って自分の言葉に爆笑した。父に女扱いされるのも下ネタ？を言われるのも初めてで、驚いたし気持ちが悪かった。その時初めて、あ、私この人が嫌いだ、と気づいた。高専入学後はあまりに実家に帰らず、県外で就職した。現在アラサー独身で、今は普通の地味も女で、特に男っぽいということもない。彼氏は今いないけど、過去に3人いたからこの歳なら平均だと思う。でも正直言うと、未だに自分が本当は男っぽいのか女っぽいのか、何色が好きなのか、女より男が恋愛対象なのかそうでないのかわからない。アイデンティティがない感じがする。好みがわからないから何でも無難を選んでる。コロナ騒動のせいか久々に実家から連絡があって、ゴールデンウィークは来ないでって内容だったから、なんとなく思い出して文章にしてみた。ゴールデンウィークどころか、盆正月もここ10年くらい帰ってないんだけどね。修羅場ってほどじゃないし毒親というにも弱いけど、吐き出してみたかった。美しい人生。神経わからなくてイライラが止まらないので書き殴り。学生の頃から10年越しで付き合いがある ABC 私。A は大学生の時、彼氏を事故で亡くしてた。その憔悴ぶりはもう見ていられないくらいで、長いこと引きずっていた。A は美人でいい子なのでモテたけど、それ以降寄ってくる男性をみんな振ってしまって、BC 私は心配しつつ見守っていた。と思っていた。先日、久しぶりに4人で集まった時、A から、彼氏ができた。と報告された。そういうかこのことを説明された上で、それでいいって言ってくれたからって。A はずっと一人で生きてくって堅くなな感じがあったんだけど、久しぶりに穏やかな雰囲気になってて、幸せになろうとしてる感じがあった。C と私が良かったねー、どんな人なのよもっと聞かせてよって盛り上がってたら、B がいきなり目の前のテーブルぶったたいて、何それ、最低。って絶叫。A は元彼の思い出に一生を捧げないといけない。新しく彼氏を作るなんて裏切り。なんで今更そういうことするのか。とまあそういうことを語る語る。口の端から泡出るくらい興奮してた。B は散々罵声を飛ばした後、椅子を蹴倒して帰っていった。顔色真っ白で手とか震えてる A を落ち着かせてから、AC とは一時解散。帰宅の道中、B からすごい勢いで着信と、連絡よこせメールが来ていて、正直すごく嫌だったけど、なんか酔う？って返信したら、A 最低、裏切り者、そう思うよね？って帰ってきてムカッときて、A 元彼はきっと喜んでるよ、A が幸せになるのを嫌がるようなやつじゃなかったよ、って送り返したら、違う、私に対しての裏切り。って、わけがわからなすぎて思わず B の話をじっくり聞いてしまったんだけど、B の言い分はこうだった。A には10代の綺麗な恋を抱えて一生を送って欲しかった。A 元彼に永遠の思いを抱いて、置いて死んでいくことは美しい。A はそれを台無しにした。こんな美しいことそうそう現実にないのに、それを A は無駄にした。このあたりで我慢できなくなって、A は A のために人生を送ってるんだから、B の都合で生きてくわけないじゃん。他人の人生なんだと思ってんだ。って送ったらそれきり B からの返事なし。どうも私のアドレス全部拒否にしたらしい。
その足で C と連絡取って最後を言う。B とのやりとり見せて C もドン引き。C は B の連絡よこせコールを無視してた。C と相談の上、A にもやりとり見せて、B がちょっとおかしいかも、しばらく B と接触しない方がいいと警告。わけわからなすぎて A は逆に落ち着いたみたいで、私と C 一安心。今日、C から。ずっと B からの着信無視してたんだけど、この一週間静かなのでこっちから連絡取ろうとしたら、私も全拒否にされたらしいことが判明。なんかもういいや。とメールがあって、これで終わった話になったのかなと思う。ほんと B は他人の人生なんだと思ってるんだ。漫画や映画じゃないんだぞ。勘助伝線。会社でのことが落ち着いたので役落とし。A、30代後半勘助。B、30代後半中途採用勘助。私、30代前半既婚、入社前に結婚していたこと、夫婦の方針で冠婚葬祭以外は指輪はつけないこと、飲み会などに頻繁に参加していたことなどから、独身と思われていた模様。A と私はあまり接触がなかったが、B が入社して A が教育係としてペアを組んでからおかしくなった。ほぼ同時期に個人的な連絡先を聞いてきたり、やたらと3人での飲みや休日の外出に誘ってきたり。もちろんほとんどのことは断った。すると社用のメールアドレス、名前アット社名みたいに割り振られているので誰にでもわかる、に二人それぞれからメール。A はいいやつですが、私さんのことは私が幸せにします。あなたが二人の間で揺れているのは知っていますが、私を選んでください。B が私さんの素敵な部分、可愛らしい部分について語り、恥ずかしながら僕は、それまで一緒にいた私さんの魅力に気づけなかった大バカ野郎だとわかりました。B はいいやつですが。ちなみに私は巨デブで可愛らしくもなんともない。両者を呼び出し口頭で、結婚していること、二人をなんとも思っていないこと、仕事に支障をきたすようなことはやめてほしいことを伝えた。その時 A はしょんぼりしていて、B はいつもと変わらない様子だった。B の態度に納得がいったのは2日後で、勘助特有の、素直に僕に飛び込んでおいで。という斜め上のメールが来たから。さらに翌日には A からも、B に聞いたよ。照れていただけなんだね。そんなところも可愛いけど、女性はもっと素直に、とメール。私がっかり。旦那には一連のことは伝えていたが、面白がっていてあまり真剣に受け止めておらず、私も脳天気に考えていたが、結果的にその旦那を B が怒らせて決着がついた。きっかけは毎日スーツ着ていたメールの一通。私さんは今のままで十分魅力的だが、少し痩せるともっともっと素敵になるんじゃないかな。そうしたら僕も君を今以上に大切にできます。そんな君が挨拶をしたら母も君を気に入るよ。それまでのメールはニヤニヤしながら読んでいた旦那が、一変して B に電話をさせろと言ってきた。両名はメールで携帯の番号などを知らせてきていたので、最初は私が話すということで電話をかけた。再度結婚していることを伝えた上で、旦那があなたと話したいと言っているがどうかと確認すると、何を勘違いしたのか。ついに決心がつきましたか。とか言ってる。電話を代わった旦那は開口一番。私ちゃんの魅力はぷよぷよしたお腹と赤ちゃんみたいな手なんだよ。痩せた方がいいなんて、お前は何もわかってない。と、これまた斜め上な説教し始めた。旦那は私が痩せたいと言うと切れる根っからのデブ線。こういう事態になるかな?と半ば予想していた部分もありましたが。翌日会社で会った B は A の席でこそこそしていたが、A は B に毒されただけだろうと最初から思っていた私は、前日にメールで、旦那と B が話し合ったことや、今後おかしな言動がなければ A を許し今回のことを忘れるということ、B が何を言ったかわからないが全てを信用しない方がいいことを伝えていた。結果的に B が孤立して、まだ家内にはいるがとてもおとなしくなりました。長文を書き慣れていないため読みにくいかもしれませんが、書いてすっきりしました。ありがとうございました。あいつ。俺と嫁は去年結婚した。高校の同級生同士だが高校生の頃から付き合っていたわけでなく、Uターン就職し再会して結婚に至った。
結婚して引っ越した先に、同じく U ターン就職組の A 男というやつが近所に住んでいた。A 男も同じ高校の同学年。ただし嫁とも俺とも親しくなかった。俺の友達と同じ写真部だったから顔は知ってたが、その程度の間柄なのに、なぜか友達認定された。道でたまたま会った時、今思えばたまたまか怪しいが、飲みに誘われ、その時は別に警戒心もなかったから OK した。居酒屋に俺だけで行くと、あいつも連れてこいよ。と不満顔。俺嫁はあいつ呼ばわりでいねん。あいつはああいうやつだった。と語り出す。同じクラスになったこともないのになんで嫁を知ってんだ？と突っ込むと、噂だよ、噂。とニヤニヤ。別に悪口でもなんでもない、誰と友達だったとか、カラオケ好きだったとかその程度の話題を意味ありげに。噂だよ。と言い、ニヤつきながらあいつ呼ばわりする栄養に不快感を覚え、1時間くらいで帰った。帰宅して嫁に報告すると、栄養？喋ったこともない。間に知り合いもいない。なぜ私の噂を？気持ち悪い。あなたが栄養と付き合うのは自由だけど、そんな態度の人と私は付き合いたくない。と引っ張り、俺もこれ以上栄養と付き合う気はないよと断言した。ちなみに栄養が言った噂で事実と合ってるのは、カラオケ好きってことだけだった。しかしその後も、栄養はやたら俺たちを誘いたがった。栄養の中では俺も嫁もいつの間にか、高校時代からの親友ってことになっていて、やたら俺ん家で宅飲みしたがる。アパートを教えてしまったのを死ぬほど後悔した。まさかこんな奴だとは思わなかった。結局俺の神経が参ってしまって来月引っ越すことになったんだが、栄養が何か悟ったらしく粘着度合いが増していてほんと怖い。